腰痛も治ってかなり肉体労働ですけども健康的ですね。今でね多い時で1万8000歩歩いてますわ。だからヘトヘトになってますけどもね、元気よく健康でさせてもらっております。それとやっぱり横のつながり、これがもう一番大きな励みになりました。もうちょっと頑張らなあかんでとか、もっとしんどいけど頑張りやとか、まあいろいろこう励まし合って切磋琢磨してねするということですね。中塚さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。まず自己紹介をお願いいたします。はい、中塚康坂、71歳です。これまでのキャリアを教えてください。以前家業が材木店をしておりまして、そこの2代目として小さい子供の自分から木の匂いを嗅いで育ったもんですけれども、ちょうど今から40年ぐらい前に廃業しようかということになりまして、そこから現金商売したかったのでパン屋を始めました。1年間無給で修行し、そこから14、15年大鳥の方で開業しておりましたんですけども、腰が痛くなって継続できなくなって、それで廃業しました。そこからフランチャイズですけども、100円ショップと車のコーティングをさせてもらいました。一番直近の前職っていうと、そのフランチャイズの車のコーティング。そうですね。普段にどういう作業をされてたんですか？車のね、磨きですね。中古でももう一回磨きをかけて、そしてコーティング剤を塗って、で、まあ仕上げると、新車のようによみがえらせるというような仕事なんですけども、まあよく言えば、剥離作業なんかと同じようなもんです。そのお仕事で苦労されてたことはどういうところがありますか？苦労はいっぱいありましたですね。こう光の加減とか天候に左右されるとか、高い料金もらえますのでね、絶対失敗は許されへんから、その辺は高級車とかそんなもしましたけども、かなりやっぱり緊張しましたですね。そのフランチャイズに加盟された理由というのは何かあるんですか？うち先ほども言いましたけども、材木屋しておりました時に倉庫がねまだありましたので、大きな広い倉庫なんですけども、そこをうまく活用できないかなと思いまして、それで始めた次第であります。もう一つの100円ショップとおっしゃったのは、はい、それもフランチャイズ。そうですね。それはどういうことをされてたんですか？よくある100円ショップですね。店長さん、まあ、経営しておりました。そこで何か苦労されたことですか？あのね、やっで初めて分かったことがいくつもありましてね、上辺はいい仕事やなと思いましてしたんですけども、いざ始めたらやはり仕入れとかそういう問題でかなり難しいとこがあって、資金もかなりいりましたです。それが一番苦労された。そうですね。この100円ショップのフランチャイズに加盟されたのは何でやったんですか？その前ね、パン屋してましたでしょ。で、その時に体が楽で、とにかく楽な仕事を考えようと思って始めたんですわ。というのは、全部100円均一なので、いちいちプライスカード作らんでもいいし、そして新商品というものは、どんどん本部から仕入れできるので、そういうところは魅力で感じてしたんですけども、いざ始めたら、なかなか裏がいろいろありましたです。今この大吉カバオールには、加盟して何年目になるんですか？今で19年目です。で、4月から20年目に入ります。加盟したきっかけって何かあるんですか？ちょうどね、仕事が頭打ちになってね、何かいいものがないかなと探している時に、折り込みのチラシでこういうものがあるんやなと思いましてね、まあ、それで事業説明会を聞きに行ったわけですけども、最初の説明会聞きに行った最初の印象ってどうでしたか？はい、しっかりした会社やなというのは感じましたけども、どういったところが？やっぱり小田社長のね説明がすごく聞きましたですね。加盟した決め手っていうのは何だったんですか？だいぶ悩みましたけどね、ちょっと友人に川折じゃなしに大吉というものを知ってる人がおりましてね、ちゃんとした会社やでということで、そしたら一回ちょっと半分騙されたつもりで一回やってみようかという感じで始めさせてもらいました。実際加盟してどうですか？イメージしてたものとギャップって何かありましたか？うん、僕はもうマンションとか多いんでね、思っていた通りの仕事内容です。はい、お邪魔します。営業不要売上保証のお掃除フランチャイズ大吉カバウルの加盟オーナー大募集中です。詳細は概要欄から。事業継続率ナンバーワンのフランチャイズがここにあります。最初のお話で元々パン屋されててちょっと体痛めて、はい、楽な仕事って言ったんですけど、はいはい、大吉さんって掃除って結構体動かす、はいはいはい、この辺ってどうなんですか？パン屋の時はもう腰痛めてね、5メーターぐらい歩けないような状態だったんですけども、そこからしばらく何年かブランクがあってね、腰痛も治って、かなり肉体労働ですけども、健康的ですね。今でね、多い時で1万8000歩歩いてますわ。だからヘトヘトになってますけどもね、元気よく健康でさせてもらっております。中田さん、この大吉さんはお一人でされてるんですか？そうです。もともと人にさしたりするのは嫌で、やっぱり自分でやってみたいなと。人にこう、ようまかさん
の性格ですね。やっぱり不器用なんで人を雇って事業展開、最初はちょっとそういうことも思いましたけども、不器用なんで、まあ一人でコツコツ気楽にと思ってやっております。現在の月商ってどれぐらい？11月のね、今ちょっと支払い計算書見たら、月商が税込みで67万7千円だったかな。もうずっとそれぐらいで安定してる感じ。そうですね、3年前はもっとありましたけどね、キャンセルとか離れありまして、でまたちょっとしばらく、戻った状態なんですけど、まあ年齢的にも体力的にもこれが限界かなと思っております。1日の作業ってどういうスケジュールなんですか？何時に起きて何件現場回ってみたいな。はいはい、朝4時に起きます。大阪の中央区まで行って、5時ぐらいに現場着で、そこから午前中大阪市内行って、お昼から堺、高石、その辺の回って帰宅というような感じですけどね。一日の仕事終わられるのは大体何時頃？帰宅時間がだいたい3時から3時半ぐらいまでです。ただ帰ってきてもその日の報告書とか洗濯したり、次の日の機材の用意とかしますので、1時間ぐらいは十分かかっております。だからまあ実質3時半から4時半ぐらいかな、終わるのがね。1週間の中でお休みってどれくらいあるんですか？今ちょっと増えましたけどね、土曜か日曜日は次のうち3日ぐらいかな、3回ぐらいで、で土日っていうのは年間6回しかありません。それも盆正月入れてですからね、実質の休みっていうのはいうのは年4回ぐらいかな。仕事されてる日でも毎日がその3時から夕方までとか。そうですね、短い日もある。いえ、大体帰ってくるのは一緒ですね。物件とかの解約ってのはどのぐらいの頻度であるんですか？どのぐらいの頻度やろ多い時はね、もう立て続けにありましたけどもね、去年は1件かな、でまた増えたり。きっちりした頻度というのは分からないですね。僕まだ解約の少ない方かも分かりません。その解約の要因というのはどういうのが多いんですか？僕らマンションが多いんでね、管理会社変更が多いですね。ほとんどがね、オーナーさんが売却したりとか、そういうのばっかりですね。解約が発生すると売上が下がってしまうと思うんですけど、はい、そういった本部からの補填とか何かあるんですか？助けてくださいと言えば何とかしてくれましたですね。それは、次の契約とかを紹介してもらうってことですか？そうですね、解約されてから次の物件紹介してもらうまでの期間ってどのぐらい空くものなんですか？タイミング良ければすぐにも会った時もありますし、まあ2ヶ月3ヶ月ぐらい待った時もありますね。場所がちょっと遠かったりして、すぐには会ってもなかなか行けないとか、まあ、そういう事情でこちらからお断りしたこともありますね。個人事業主として独立するときに何か恐怖心とか不安なこととか何かなかったですか？僕サラリーマンの経験一切ないんですわ。全部自分でやってたからね、一個も怖いもんはなかったですね。怖いのはお金だけでしたわ。大吉さん入るとかの時でも、ご家族とか周りからの反対とかっていうのがありましたか？いえ、なかったですね。笑うも使うも思いで加盟しましたですからね。他にも加盟されてる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、他のオーナーさんと関わりというのはあるんですか？すごくありますね。19年やったんですけどもね、19年やれたっていうのは横のつながり、本部の助けいうのもあるんです。というのは19年の間に4回入院したんです。その都度本部スタッフに助けてもらい、我々横のつながりでね、本当に助かりました。ありがたいなと思ってます。個人事業主で一人でやってるようやねんけども、方針発表会とかバーベキュー大会とかで親睦会とか、まあ、そういうことで横のつながりができてね、この仲間がおらへんかったらね、多分19年間もね続けたかどうかいうのもね、ちょっと分かりません。この仕事いつまでできるか分からへんけども、仲間は僕大事にしたいなとは思っております。4回これが入院されたという中で、はい、要は入院されてると仕事できないと。はいはい、最長どれぐらい？大体平均みんな3週間ぐらいですね。一番直近では3年前に目の手術やってね、それが3週間ぐらいやったかな。まあ保険も入っとったし、まあその辺で補填できたから良かったですけどもね。他のオーナーさんたちのサポートっていうのは、今中田さんが契約されている物件に行ってもらったりとか、うん、そうです。もちろん作業手順書とか、僕の場合は第1回目はもう緊急入院やったんでね、大変やったみたいですけども、2回目3回目4回目は計画入院みたいなとこがありまして、ある程度も皆さんに僕からお願いして、こういうことですっていうようなことは言うだから、それで助かりましたですけどね。中塚さん自身も他のオーナーさんの作業を手伝いに行ったりとかってこともあるんですか？緊急対応したこともあります。何回もあります。大吉カバオールって売上保証っていうのを歌ってると思うんですけども、はい、それは実際そう感じますか？思いますね。安心して。はい、大吉カバオールに不満というか言いたいこととかっていうのは何かありますか？いえ、全然ありません。満足されてます？満足してます。いつも助けてもらってます。じゃあ今までこういろいろフランチャイズとかもされてきてると思うんですけども、大吉カバオールには加盟してよかったなと思います。
が思ってますね。どういうところが一番良かったですか。今まあ71歳ですけども、まあ、これから先も身の丈に応じて仕事をずっと続けたいなと思ってるんで、だからそういう意味ではね、この仕事は長続きできる仕事やと思っております。同年代の70代ぐらいのコロナさんも周りにはたくさんいらっしゃるんですか。たくさんおりませんね。うちの地域チームでは1人ぐらいかな。僕らより年上の人はもっと頑張ってると思うからね、僕も頑張らにはいかんなと思って、そう思って仕事はしてるつもりですけども。最後になるんですけども、はい、今動画見ている方、そのフランチャイズとか独立、はい、されている方が見ていると思うんですけども、はい、最後何かメッセージをお願いします。まあ、先ほども言ったようにね、上からやらされてる仕事っていうよりも自分がオーナーですからね、対お客さんに対してカバーオールよりも中塚自身とお客さんという感じですね。それとやっぱり横のつながり、これがもう一番大きな励みになりました。お互いに切磋琢磨しながらね、最近どないやこないや言いもってね、もうちょっと頑張らなあかんでとか、もっとしんどいけど頑張りやとか、まあいろいろこう励まし合って切磋琢磨してねするということですね。横のつながりもある環境がすごく。そうですね、もちろん本部スタッフの力がかなりありますけどもね。質問は以上になります。中田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。